広報ホストだと小畑拓くんです。はい、カメラマンが部長やってます。はい、はい、皆さんお待たせしましたBIC チャンネルの初コラボ動画になります。気になるコラボ相手なんですけど、ピットマンチャンネルですね、はい、とのコラボです。ピットマンチャンネルとコラボなんですけど、今岐阜県岐阜市でも目と鼻の先ピットワンです。今、はい、男まで来てます。もうすぐそこですね、はい、撮影してますで今からピットワンに行って工場見学をさせてもらう、はい、という企画です。はい、で特に設備がうちよりすごいんで、広さも多分2倍3倍ぐらいあるんじゃないかな、3倍4倍ぐらいあるんじゃないかなの広さなんで、その工場をちょっとゆっくり見させていただいて、はい、であと岩田さんとお話できたらなと思いますね、はい、車業界のこととか YouTube のこととか、まあ、そんな感じ で特に小場が塗装やってるんで、うん、やっぱピットワンといえば塗装、岩田さんザ塗装師がいてるんで、はい、まあ、その辺もねちょっとレクチャーしていただいて、まあ、どんなお仕事してるのか、はい、その辺を、まあ、こちらから出向いて、勉強させてもらおうかなという形です。はい、はい、でそんな動画じゃつまらないんで、広報細田のここから本番の企画なんですけど、はい、岩田さんのところに中古車があるんですよ。中古車もやってるんですよ、はい、うちも中古車やって、はいはい、でその中古車の在庫をずっと見てた時にね、僕車買おうかなと思って、今日マジで言ってんすか。マジですマジです。車を今日ピットワンで買おうと思ってるんですよ、はい、で在庫車両を見てたら、シンプルに説明すると、はい、本来は1月に、はい、去年の2022年の12月24日に本当は行く予定だったんですよ、はいはい、で24日といえばクリスマスイブじゃないですか、はい、でクリスマスイブに嫁さんに車をプレゼントしようと思って、あ実は企んでたんですよでそれがちょっと市場があってずれちゃったんで、はい、まあクリスマスにプレゼントすることはできなかったけど、もう嫁さんに言っちゃったんで、嫁さんは今日行く時に朝もお前車買ってこいよって言われてマジか、はい、で実はその車もう目星がついてるんですよ僕。あ、もうだいたい絞ってるんですか。はい、ピットワンのカーセンサーをずっと見てて、はい、あのねアルファードの LM 仕様っていうのがあるんですよ。はい、LM 仕様ってなんかそのあれ何ていうの、レクサス、レクサス仕様、グリルみたいなが日本なんだけど逆輸入みたいになるのかな、あれは逆車みたいな、まあだから見た目が LM みたいになってて、はい、でそれをね実は嫁さんがその、まあもううちのチャンネル見てくれてる人知ってると思うけど、僕がミスってアルファード嫁さんのアルファード勝手に売っちゃって高くで売れたんだけど、やっぱアルファード買え買え買えってずっと言われてたんででちょうどいいやと思って、はい、ピットワンさんにその LM 仕様があるんで、はい、何倍だっけな、そう、それがね、カーセンサーが消えてるんよね。だもしかしたら、こう車がね、めっちゃ年明けに動いたんですよ。一気に減ったんですよ。いっぱいあったんだけど、もしかしたら売れてる可能性があると。ただね、わかんないですよ、行ってみないと。実際、商談が入ったら消すときあるやんか、うちも、はいはい、一旦、カーセンサーから、はいはい、商談で消して、で、売れなかった場合、すぐ戻すんだけど、それ戻すの忘れてたりすることがあるし、パターンとして、はいはい、だそのパターンもワンチャンあるかなと思ってて、まあ、だから実際行って、ちょっとアルファードがあるかどうかはもうぶっつけ本番で行くしかないんで、ワンチャンあればもうその場で抑えようと思ってます。ただ買うっていうだけの絵じゃ思んないんで、今日は現金で支払おうと思ってます。一括で。はい。一括で。はい、で朝小場にお土産渡したでしょ。の中にね、なんかカンカンなかった。あ、カンカンあります。これです。それうん出してみて。これ真横か。ああ、これは岩田さんに今から渡すあのマダムシンコのお土産ですね。大阪ならで、大阪県はマダムシンコなんで、これはお土産普通で、これは実はお土産じゃないんですよ。はい、小判中開けてうわすげーあ、ちょっと光ってて見えへんうわ、ちょすごい光ってる、光ってる1000万円すげーこれガチやで、すげー本物です。これ3000万、3000万あるで、まあこの3000万を今から使うんですけど、でね、実際アルファードが、600万ぐらいなんですよ。600万か700万だったかなぐらい出てて、ちょっとうろ覚えなんだけど、それはまあここに足りると、まあじゃあとりあえずアルファードを買うのは決定でいきます。で、もし売れてたら、もしアルファードがもう売れてないんよ、ごめん細田君ってなってしまったら、はい、もう仕方がない、そこはワンチャン全部くれてよ、全部くれてその代わりにこれ全部使うしかない。今あんのがね、ノア、ボクシーが230万。たく電卓出せる携帯で。実際全部何本なんやろな。
ムニーとかもあったらなくなってる。ジムニーとか86とかあったよね。なくなっちゃった。プラスアルファ、LM の分。うん。600、700万しようか。全部何本？1600、まあ1700万。全然足りるな。1691万。ああ、全然足りるね、お釣り方ね。ただハイエースとか、ハイエーストラックいらんなぁ。いらない車を買っても仕方がないもんね。こういうのは本当に好きな人に買ってもらうべきなので。本気なんですか？ある、本気だよ、これ。濁んないからね、俺。だから、アルファードがあれば、アルファード買います。うん、アルファードがもう、国家政策が消えた通り、やっぱり売れちゃってんってなれば、はい、もうやけくそで全部買います。やけくそで。やけくそ。で、行きましょう。この2択で行きましょう、今から。取った方がいいよ。はい。ピットワン到着です。はい、はい、着きましたね。ではもう一応もう岩田さんには今日来るって言ってるんで、多分今ちらっと見えてるんですけど早速行きましょうか。はい、はい、ピットワンでございます。到着でーす。初 BIC チャンネルからのピットワン多分もう見てる人はああピットワンだって思う方もいっぱいいてると思うんですけど、これあの本物です。本物裏柄にダンボールスタジオセットじゃなくて、はい、じゃあ早速岩さん、はい、突したいと思います。突しあ、どうもいらっしゃる。おめでとうございます。あげましょう、これどうぞ。今年からよろしくお願いします。今年から何しに来たんですか。何しに来たんですか。今日は BIC チャンネルと岩田さんの初コラボということで、はい、まあ、去年僕がね、あ、そう、来てもらって、はい、いきなり行ってさせたつもりがあまりリアクションめっちゃリアクション薄かったです。正直なんか通り魔に会うってこういうことなんやって思います。通り魔って行きますか。そうですね、じゃあ工場の紹介をお願いします、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。あ、朝食してる。これがポコサランド。おー、デモか。これ車何ですか。これは GR86、うん、です。まあ西陣内、はい、うわオーバーフェンダー初めて見たな。すごいな。まあ世界に一つ、世界に一つ、うん、でボディは黒色だったのを僕がキャンディーに塗ってみたいな、うん、すごい綺麗な。まあこれはねオートサバン見た方はね、まあ、ピットワンがやったんだという見方していただければ嬉しいですね。まあ、基本ここはカスタムをする場所。こっちにアイアン。こっち。お。もう見慣れたやつですけど。カメラも交代します。はい。一丁ぐらいなくなっとってもわからんのちゃうか。一丁ぐらい。確かにわからん。俺のは2丁やもんで、1丁なくなったら、もう確実にわかるもん。あ、これ、マーナーの。動画で。あ、動画でやってたやつね。綺麗、すごい。アネスト岩田のあの新商品やね。オリジナルカラーにできるっていう。オリジナルカラー。かっちゃいい。あ、こっから入れる、ほんとだ。朝食するとこから、いつもの動画でそこだあすいませんね、車じゃなくてあのお正月のピットワンの副館が瞬殺で売れて、作らなかったと思ってそれ作ってあそうそうそう、まあこんな感じですね。はい、まあ BIC さんでいう神がいる場所。あ、まあ、ピットワンにもいるんで、で動画には映ってないけどここであの修正機やってる、うん、そこなんですよ。ピットワンといえばカスタム専門店みたいなカラーが強いんですけど、全然普通に板金塗装もやってますから、あの普通の修理、うちでいう神の仕事がピットワンでも全然できるんで、うん、もし岐阜県内で事故した方はピットワンへ乗ってください。2000年本当にいますからね。カスタムはね、板金普通の車を完璧に直さないとカスタムはやっちゃダメ。そう意味わからずにカスタムやっちゃうともう全然、いい車ができない。車壊してるだけで。やっぱ直せる技術があって初めて作れますからね。そうあとこっち、まあ、動画で日誌がいる。これすごいシステムなんですよ。
グレーチング、囚人のグレーチング。いやこれ下トンネルになってるんですよ。工事するだけでも超大変。まあ、BIC もいろんな設備投資したけど唯一これだけちょっとできなかったんですよ。もう予算がすごい工事引っかかるんで、ドマのやるだけでも。ドマはお金かかるんでね。まあ、こっちはもう住所とか物音とかなんか乱れ物があるんですよ。マッチングマシンみたいな。どうした？というのがどんだけ追い込むんですか。じゃあ習いに行って、それを忘れないようにちょっとこうやるみたいな。でもちらっと映してもみんなが休憩する事務所。あ、休憩スペースですか。それとあとが見積もりとか。大丈夫です。お邪魔します。あ、綺麗な色。うわあ、すごい。すごい綺麗。綺麗。可愛い色味の。可愛い。あ、これスプレーのやつじゃない。そうそうそう。つけて。缶スプレーにつけるやつで、キャンディーも缶スプレー。わあ、可愛い。これもお手製で塗って。お手製、全部全部缶スプレーで塗ってある。え、缶スプレーで塗ったんですか。めっちゃ綺麗です。いや、遊び心ですやっぱり、うん、こういうところが僕いつもね憧れるんです。すごいな。やっぱ仕事真面目にやるのもいいんですけど、やっぱりその技術をねちょっと違うところに活かしたりするのが、うん、発想っていうか、そういうのがやっぱないとね、そのカスタムに活かされてるんだろうなって思います。楽しいですよやっぱ、うんうんうん、なんか車直すためだけになんか技術を使うのもなんかもったいないじゃないですか、うん、そうですね、うん、で作るものは発想して、あ、やってみようかなって、やってみないと始まらない、うん、まあ、言うたら YouTube もそうですよね。多分もうその辺の発想力が多分違うと思うんで、ね、楽しみたいじゃないですか仕事。そうですね、うん、楽しんで知ってもらって喜んでもらってお金もらってもいいですね、うん、そう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 。まあやってみて失敗したらそれはそれで、あ、違うやり方やろうみたいな、うん、なんか失敗するのがやっぱね楽しい、うん、うわ失敗したみたいな今日一日何やったみたいな今日 M です。だいぶじゃないと成功ってしないな、うん、失敗した数だけですからね。工場は大丈夫か。工場の木材上昇室あ、それがじゃあ、まあ、あのカメラないところで、で、なんか駐車とかもやってる。あ、カーセンサー見させてもらったんですけど、ちょっと駐車の方をぜひ、はい、見させてほしいな。あの場所が空いてるんで、いっぱい空いてある。新車とかもやってるんですよね。あ、もちろんやってます。あ、この辺なんですよね。あ、うん、新車を在庫で置いてるのすごい。すごい。ハウスばっかり。カーセンサーの内装ってちょっと違うね。問題ぐらいしかなかったよね。確かに。じゃあ植えたらこっちなるほど、配当できる。なるほど。新車はいらんかな。良さも奥のアルファード、あれは在庫車ですか。在庫で。あ、在庫っすか。あれ、カーセンサー消えてたんで売れたったんかなと思ったんですけど、これ、ただ振り、うん、商談入ってて、あ、やっぱりで、お客さんが下がって買えないあということで、そのままカーセンサーに出すの忘れてる。あー、よかった。若干なんか適当感が出てしまったこれは、もともと僕のお客さんが九州の方がいて、はい、で、まあ AM 仕様にしたい、はい、で、で逆に1年ぐらいしてから下取りして、だからこの金額で今絶対できない。ああ、中古車めちゃ高いんだよ。高いです。めちゃくちゃ高い。まあこれもね、実際何年前から、2年前にやり始めたかな。でヤフーニュースに載ったんです。すごい。岐阜のピットワンで LM 作ってます。間違いなくピットワンが日本一作ってる。いやこれください。いやいや、あげないですよ。
そういう意味ですよね。いきなりビットマンに来て、あのこれお土産で持って行ってください。そういうわけがないよ。くださいって。これ買います。買う？はい、これ買います。買います。650万。はい。650万。はい。いきなり買ってきます。買う、はい、今日、はい、今日金払いますマジマジですマジです。え、在庫減らしてくれるの。はい。え、いいの。はい、お金も、お金も現金。現金マジ。一致して揃えてます。なんか怪しい。なんか怪しいな。確かに。こういう車売れる時ってそんなもんでしょ。いきなり買ってきて、これ買いますよ、ね。まあまあそうなんだけど、ちょっと怪しい。めっちゃ疑われてる。疑い深いな。マジ？はい、マジです。売約済み？売約済みです。売約済み。もう今売約済みになっちゃった。はい、こうなりました。早い。買い物早い。プレゼント。はい、プレゼント。もう買ってます。さすが技術があるところは。いや、いいんですか本当に。はい、本当に買います。すごい。びっくりしました。はい、マジです。あとね、何やったらまだお金もうちょっと余ってるんですよ。ちょっと余ってる。ちょっと多めに持ってきてるんで、ね、まだね余裕があるんで、なんか買って帰ろうかな。いくら余裕があるのかな。いくら余裕があるのか。まあ、チャンネルで台車がいつもない。そう、台車足りてる。台車に使えるもの？そうですね、台車使えたら嬉しいよね。はい。で100万ちょっとみたいな。ああ、まあ安い方が、はい、台車なんであんまりお金はかけたくないですね、正直言って。せーの。あ、これか。あそこにね、あの赤。あれどうですか。いやな。エンジン乗ってない。エンジン乗ってない。これなこれノート。わ、ノートいいっすね。いいですね。このお金くらまってるのか僕知らないですけど、はい、じゃあ決めてもらえるかな。確認。うわお、うわ、えぐ。限界です。すごい嬉しいです。買います買います。早いよ。買います。いいですか、スタッフの皆さん、社長がなんかもう、まあ、いつものことです。いやもういつものことです。ただね、僕まだ本当に現金を持ってきたかっていう確認です。今時ですよ、現金を持ってくる人そういない。カメラが止まった瞬間にお疲れ様でした。何決まってるじゃないですか。いや、全然違ったよ。でしょ。そうじゃないですか。いや、ないですね。お疲れ様です。お疲れ様です。一通り工場を見せてもらい、はい、中古車が意外と多くてちょっとマフィな汗かいたんだけど、まあ、なんとかアルファードがあったと、はい、でそれを今買うってことができたと。買います、売ってくれますっていう話。さすが岩田さん、うん、リアクションも最高だ。あの対応力すごい、ね、でちょっとイレギュラーやけどリーフ会社で営業上手。めっちゃ営業上手。はい、2台買うことになったと。で岩田さん今ちょっと休憩で事務所の方いてるから後でおいでって言ってくれてるんですけど、はい、まあ、最後の最後までほんまにお金持ってきてんの、ほんまにお金持ってきてんの。10回ぐらい聞いてましたね。カメラ待ってほんまに持ってきてんの。何回言われて持ってきてますと。失礼します。まずはお土産ですね。すいません、大阪のマダムシンコ結構有名だった。本当にマダムシンコ、マダムシンコ有名です。え、バームクーヘン。あ、そうそう、バームクーヘン。いただきます。それ皆さん食べてください。ありがとうございます。もうこれ開けてもらって全然大丈夫なので。うわ、重たくないですか、かきもちが。ちょっと湿気てるかも。湿気またもしかしてこの中に。うわ、来とるわ来とるわ。すごい。顔切れきてるんで。すごい。
なかなか現金見るってもう今ないからな。あのそれで足りるはずなんで。ねえ、オフィニオン。足りる。ごめん。ありがとうございます。ここはお前ドンペリ持ってくるべきです。事前に準備できればよかったんですけど。コーヒー。コーヒーで試してください。いや。じゃあ気になることがある。俺のコーヒーは。ないです。ありがとうございます。まだ新人なので。今かなり売り上げ上げてますからね。だいぶ慎重に見た方がいいよ。なかなかできるわけじゃないですか。1日でこんだけ売り上げ上げる。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、こーすごい。今日はありがとうございました。お支払いだけして帰るんだよ。いや、美容師さんは今日お金落としてくれる。落としてる。これガチです、うん、それ本物ですか。ガチ。こんにちは。いや、値段落ちはおかしいです。あ、お疲れ様です。お支払いだけして帰りますんで、うん、なかなか男気すごくない。やべですね。うん、うん、すごいでしょ。いくらだと思いますか、これ。これが100万、うん、ぴったり賞やったら全部プレゼントですか。なんで。ちょっとノーリスクやけ。あ、でもやってましたからね、うん、ちょっとこの半分やったら、うん、いくらと思う。1000万を超えてるんですよ。ん、1000万ぐらいですか。これで10個しかない。そうか。10個か。そう、全然足りんよ。3000。今日のために。マジっすか。マジマジ。こんなもん持ち歩くの。そもそもだって BIC チャンネルが俺の真似をしてますってあだっちゃんが言ってきた。そうだね。僕見てたんですよ実は。はいはい、見てて。あ、見とったの。見とったっす。ああ、そうなんや。前から見ててちょこちょこ見ててパッて開いた。なんかいつもと髪型が違うなって。そしたら、なんか聞いたことあるフレーズって。で、そっからスタートして、何と俺のモノマネした。で、ガチでそんな感じやって、はいはい、で、見て、その後のライブでしょ、はい、で、ライブやってますよって、他のスタッフが今度、夜、俺に LINE してきた。で、まあ、ライブやってんだとその時思ったけど、嫁さんと子供がおったもんで、はい、ちょっとライブ見ていいって俺のモノマネしてるとかライブやってるの見て、で、なんか一言言ったらどうか。聞いててもそうなんだ。って言われたもんで、俺が一言コメント入れた。入ってきてくださいね、みんないたもんね。で、嫁さんと子供もなんかこっちで盛り上がって、はい、なんかあれだよみたいな。からの俺のトツ。そう、トツ。ありがとうございます。からの3000万。ということはもうあだっちゃんがこの3000万持ってきたってことだね。僕も。あ、そうそう。きっかけやから。そうそう、元をたどればあだっちゃんが俺にモノマネしとるっていうことがなかったら、もしかしたら俺も拾えなかったとか気づいてない。気づいてないですね。うん、ただあだっちゃんのおかげってなると俺も納得できない。すんなりすんなり。そこすんなり。あのね、あだっちゃんがこの時に教えてくれたのがいいんだけど、そのトツのタイミングめちゃこれ早くいったよね。あ、そうそう、そこちょっと評価していただきたい。あ、そうですね。この動きが早すぎたね。ライブからのトツが、確かに、あれ、何が軽すぎた。すぐすぐすぐだね。翌週の早く、うん、すぐ言う。ライブの3日後とか。ああ、土曜日から。うん、いやそれがね、こうなると。ありがとうございます。そしたらお支払いしましょうか。お支払いはもうされてるんで。いやいや、必要な分だけ取ってください、ここから。余るはずなんで。かわいい、なんか女子みたいになってる。すげえ。おお、なんか偉い大役任せてる。あ、どこ聞きましょうか、これ。今3日待つだけですからね。
聞いていただきます。いや怖い。マジで怖い。経験やでね、なんでも。うわ、やば。うわ。経験や。めっちゃ、うわ。怖っ。どう、押し心地。やば。押し心地がいいのね。やばいっすね。めちゃくちゃするかもしれない。運気上がったな。やば。あ、上がった。めっちゃ綺麗に押せてる。あ、そうだ。ってことは飲酒、ね、じゃあこれで買ってきて。なんで箱ついとる。今の使う。それはないやん、帯が落ちることないやん。まあ、そうっすね。おぉー、よかったね。いろいろの機械怪しくなってきた。ちょっと額見てください。すごいやつ。あー、汗かいとるよ。めちゃくちゃ暑いっすよ。入金してないんで、これ2日間持ってなきゃいけないですね。あー、確かに。いや、汗もかきますよ。無事にお支払いをさせていただきました。ありがとうございます。いやいや、ご承知ありがとうございます。冗談かと思ったけど、結構大事だ。はい、気持ちいい取引ができたかなと思ってます。気持ちいい。はい、現金でお支払いさせてもらったっていうのもあるんですけど、何より岩さんが台車が少ないから協力というか、この台車買ってねっていう気持ちも嬉しかったんで、あのノートを大事にね、台車として使わせてもらおうかなと思います。次行った時にくしゃくしゃだったかもしれない。それは否定できないです。お客さんが当てる可能性もあるので。ただうちのチャンネル見てるお客さんでも、ピットワンさんのチャンネル見てるお客さん多いと思うんで、もしあのノート乗りたいっていう人がいれば言ってもらえれば開けますんで。うち今台車が20台ぐらいかありますけど、まあそれ順繰りやってるんで、あのノートが欲しいっていう方がいいっていう方は言ってもらえれば。忘れてました。はい、ステッカー。あ、ステッカー欲しいです。あ、欲しいですっていうか買います。非売品。いや、いいです。非売品持ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。これこれ、すごい可愛いポップで。今回の動画はフィットワンチャンネルさんと初コラボで、岩津さんに車を譲っていただいたとか、買わせていただいたアルファードとノート、これは僕の奥さんが乗ります。で、ノートはうちの台車で大事に使わせていただくっていうことです。はい。いや、初コラボなんでこんなもんす。いや、最後にちゃんと言いたいことがあります。はい、まあ、BIC チャンネル今3万5000人ぐらいで、ピットワンさんの方がもう8万人いきそうな勢いなんですけど、まあ、岩さんもさっき動画で言ってたと思うんですけど、10万人目指して、そこからもっと高みを目指してると思うんですけど、僕たち BIC チャンネルも岩さんの候補に続いて、あとという形で別のフードでアンキントスを盛り上げていくような形で動画を出してますので、ぜひこれからも BIC チャンネルとフィットワンチャンネルの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう最後に、はい、あのこの業界、はい、盛り上げていきましょう。はい、頑張ります。一緒に、はい、あのね、女性店員さんもね、あのなかなかいないんですよ、女性店員さんと。で、今度僕の動画の方で、あの今度ね、部長が塗っとるのもものすごい気になるよね。どれぐらい繊細な塗装するんだろうみたいな。生で、そう。それをね、ちょっと僕の動画の方でチェックしたいと思っておりますので、ピットワンチャンネルの方もね、ぜひ部長をいじりに行くっていう。変な世界でした。もしかしたらパッと見で、おっすげえ、俺よりうめえわみたいなことになるかも。可能性はゼロじゃないんです。もちろんもちろんもちろん。別に部長の技術をケチつけに行くわけじゃなく、どれぐらい繊細なことをしてるんかなっていうのを見たいですね。はい。ぜひもうまだまだ試してください。ですね。はい、はい。で、その動画はうちのチャンネルの多分後に
出ると思うんで、これはちょっと5分後なのか10分後なのかほぼ同時なのか分かんないんですけど、この後うちの動画を見てまだビットワンチャンネルの方をまだ見てない方は、これが終わった瞬間にそのまま概要欄からビットワンチャンネルの方に行って続きを見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 LM の納車に行って部長いじりに行く感じになります。いや楽しいコラボでしたね。そうですね、はい、本当に現金もなかなか今見ることができない、ただその価値もしっかり受け止めて、もうまっちゃんが大汗かきながら数える。たぶんあそこだけブイーンってやります。視聴者のペタリが受けるっていう、もう必ずこの業界盛り上げていきたいと思いますので、はい、BIC チャンネルとビットワンチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆様ありがとうございました。ありがとうございます。せーの、いってらっしゃい。